ここが家の中でね。はい、皆さんこんにちは。ルナです。タカです。エリキブログです。はい、ということで今プーノっていう町にやってきました。かわいい名前だね。ちょうどね、ペルーのクスコっていう町とボリビアのラパスっていう町の中間地点にあって、まあ、僕ら陸路で移動していくので、なんで寄ったかというと、ティチカカ湖、でかい湖、ラブーナがここにあって、湖の上にね、島が何個かあって、それをね、ボートで1日ツアーに参加します。何にも調べてないし何がありかあるかわからないし、だとりあえずツアーに予約しただけだから、ということで一緒に発見しに行きましょう。はい、行きましょう。いいっす。はい、ちょうど今ね、港にやってきたので、このまま船に乗り込んでいきます。見て、でかいでしょ、チチカカ湖。めちゃめちゃでかい湖で、今日は天気がめちゃくちゃいい。最近天気に恵まれてるね。はい、ということでちょっと小ぶりの船になりましたけど、全然でも船は綺麗だからね、予想以上に快適だと思う。おかりする。じゃあ行きましょう。まず船が到着しました。上陸です。ハロー。わお、ふわふわや、すごっ。皆さん見てください、これ、この湖に生えてる草、これを敷き詰めてこのフローティングエリアを作ってて、見て、このふわふわ、ウェイウェイウェイ。マヤ、バヤ、キンサ、カミサラキ、ワイ。今ちょっとね、この浮島の作り方を説明してもらって、ここにね、ミニチュア版のレプリカがあります。で、どうやって作るかっていうと、この湖に生えてる葉っぱの根っこの部分をこう固めて、一つずつのブロックをまずは作っていきます。縦10メートル、横5メートル、これが一つのブロックで、そのブロックを何個か作って、それを紐でくくりつけて、一つの大きなファンデーションをまずは作ります。で、その上に葉っぱの部分を敷き詰めて床を作っていきます。だからこういう風にふわふわしてる感じで、このままだとこの島ごと流されちゃうから、この島をロープで杭を立てて固定しますと、まあ水によって流されない安定した島ができると。で、その上に家を作って、その上に建てて生活をしてると。全部人力で、一つのこのコミュニティ島を作るのに1年間かかって、この島が1回できちゃうと20年持つと。で、さっき話聞いたんだけど、このティティカカレイクにこういう島が95個あって、一つの島にだいたい約20人の人が住んでる。だからトータル、このティティカカレイクには約2000人の先住民の人が住んでます。全て人力で、全てエコ、自然からの恵みで出来上がってます。今ね、ここの島のお家を見せてくれるということで行ってみたいと思います。お邪魔します。まあ、家の中はね、3メートル ×5 メートルぐらいの広さで、ちゃんとね、ベッドもあるし、ハンガーみたいなのもあって、服もかけれてるし、ここに女性の服が入った。で、上はちゃんと雨が染み込んでこないようにビニールみたいの貼って、その上に多分草を乗せて、雨対策もちゃんとできてるね。で、もちろん下はこの草でふわふわです。でもあのベッドもおそらくだけど、草を敷き詰めててふわふわして、ちょっと触っていいかな。葉っぱじゃないわ、ちゃんとした多分マットレスかな。これは多分もしかしたら町から買ってるかもしれない。こっちもいい、こっちカンフォトボール。すごいね。で、上にはなんかちょっとアクセサリーも飾ってるね。ハポン、イエス、ハポン。いや、ハポネス、いや、ウロス。外から見るとこんな感じだね。
本当に日本でいうと4畳から5畳ぐらいの家だと思う。でトイレとかはもちろんついてないから、この島に一つのトイレ、あそこに見えてるかな、上にタンクが乗ってる家があるんだけど、あれがトイレです。ソーラーパネルがくっついてて、ちゃんとね電気も使えるようになってます。すごいね。でちなみにこれ全部この島に、この湖に生えてる葉っぱ、これで屋根もできてるし床もできてるし壁もできてます。でこういうふうに紐でくくりつけて壁と屋根を作って、可愛らしい家をね作ってんだね。Thank you very much for showing us。 でさっきこの湖に95個のこういう浮島があるって言ったんだけど、この一つずつの浮島にはそれぞれトップの村長みたいな人がいて、それぞれの浮島が一つのコミュニティを形成してる。あ、であと面白い話があって、まあ、文化的な話なんだけど、結婚について教えてもらって、それが日本とかなり違ってて、このチチカガレイクのコミュニティで結婚しようと思うと3年以上同棲をして子供が生まれてその後に結婚する。だから日本でいうできちゃった結婚。多分この後こっち来て、あのあそこに見えてる船があるんだけど、もうこれも本当にコミュニティのオリジナルの船なんだけど、もうすごいよね形が。この葉っぱからできたとは思えないぐらいおしゃれに形がカービングしてて、でこの船にもちょっと乗せてもらいます。お邪魔します。 10 people in the top。 No? 10 people in the top。 Thank you。 Gracias amigo por visitarnos a nuestra isla Escaquiri。 Nosotros les cantaremos con el amor que tenemos。 Ahora les deseamos un feliz viaje a ustedes。はい、ということで今島に移動してきました。昼ご飯とちょっとだけこの島をハイキングする。さっきの浮島からだいたいボートで2時間ぐらい。二人とも爆睡したので一瞬でした。疲れた。今ねこの湖がそもそもね標高3800m なんだよね。で今 100m 以上上がってきたから標高 4000m 弱のところにいるんだけど、ちょっと上がっただけで死にそうです。ほらランチです。 Thank you。 もう食べてるけどね。昼ご飯です。キノアスープと魚とご飯、ちょっとだけじゃがいも。めちゃめちゃ美味しそうだね。おい、ゲームやめろ。やめれない。ゲームやめろ。やめれない。レナはいつもゲームしてます。世界一周中の 50% はゲームしてます。それは嘘。まだゲームしてる。まだレベル終わってない。携帯のゲームをやってる人、人生の無駄してます。今すぐアプリを消しましょう。はい、ということで今ね島の頂上にある広場にやってきました。かなり上がってきた。で多分ここからはもう島降りて船に乗ってプーノの町に帰るだけだと思うので、もうここで動画は終わりにしようと思います。ちなみにね、明日はもうペルーを出国してボリビアの首都ラパスに行きます。ペルーはね本当にねマチュピチュがマジで良かったです。なのでまだマチュピチュに行ってないっていう人ね、ぜひね次のゴールデンウィークの旅行で計画してみてください。ということでね、次はボリビアで会いましょう。はい、バイバーイ。 バイバーイ。世界一標高の高い首都がラパスって言われてるから、ゴンドラはパブリックトランスポートになっていろんな街のところに行ける、まあ、ローカルのガイドからものすごく怖い都市伝説的な話を、生きた人間を生贄で埋める。